FM ギマンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は 79.7MHz FM ギマンよりサザンブリーズをお届けします。今日もスタジオを飛び出してトロピカルビーチよりお届けしております。こちらはギマン市トロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオ、トロピカルハウスより生中継でお届けしております。ビーチの皆さん、こんにちは。今日もね、朝はちょっと雨降ってたんですけども、今晴れてきまして、いいお天気になっています。海がね、とっても綺麗です。エメラルドブルーというか透き通ってますね。今日も皆さんよろしくお願いします。本日の担当は FM ギノワンスタッフの今西めぐみがお送りします。この後4時までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、昨日なんですけど、先週ゲストにお越しいただきました、スタウト BB 美容専門学校のブライダルフェア行ってきました。ちょうどね、ご招待されて、私も参加してきたんですけども、本当に学生さんたちが一生懸命ね、ストーリーを考えて、最初の入場から、新郎新婦のお開きまで、本当にストーリー性がある内容で、頑張っていましたね。メイクだったり、あと、美容というか、ヘアメイクですね。髪型とかも、全部自分たちでやったっていうことで、司会も皆さんやってらっしゃいました。もう本当にね、先生たちも終わった時にもううるうる来てて、もう先生ありがとうっていう感じでね、みんな、とっても頑張ってました。はぁ、よかったですね。皆さん、昨日頑張った皆さん、今日はお休みみたいなので、ゆっくりしてね、サザンブリーズ聞いてもらってたら嬉しいなと思います。さてさて、今日なんですけど、皆さん今日何の日か知ってますか？今日ね、パソコンの日らしいです。1979年、昭和54年のこの日、日本電機 NEC がパーソナルコンピューター PC8000 シリーズっていうのを発売して、パソコンブームの火付け役になったみたいですね。なので今日のテーマはパソコンです。なんかパソコンにまつわるお話だったりとか、そういったテーマでメッセージを送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。Mac 派とか Windows 派とかもあると思うんですよね。皆さん教えてください。さあ、メールアドレスは797@fmginawan.com 797@fmginawan.com までよろしくお願いします。そして、FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、そしてユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。つい最近リスンラジオという方法で聞くことができるようになりました。リスンラジオの方では、音楽も同時配信しておりますので、今ラジオ流れているものそのままお聞きいただくことができます。これで聞いていただくと、もう全世界で聞けるので、皆さん聞いてみてくださいね。リスンラジオです。FM ギノワンのホームページからトップに、バナーがついてますので、そこから簡単に聞くことができますので、ぜひそちらもお試しください。さあ、今日の1曲目をではお届けしたいと思います。今日の1曲目なんですが、さあ、何の曲にしましょうか。今日はね、私の好きな曲特集でいきたいと思います。それでは、木村カエラ×岡村康幸で Take on Me。ありがとうございます。あ、エコザイルさん、チャラ AKB ファンさん、シグナスさん、ありがとうございます。音
音大丈夫ですかね。ちょっと初めうるさかったかもしれないです、すいません。大丈夫そうですか。あ、今日は何の日って聞いたので、メグのサザンブリーズの日って書いてくれてますありがとうございます。 AKB ファンさん、またあのアイコンがさらにチャラくなりましたねあ、エコさんバッチリでありがとうございます。この後ゲストさんが出ますのでお楽しみに。はい、時刻は午後3時9分を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さて、ここからはですね、素敵なゲストさんをお招きしてお届けしたいと思います。はい、今日お越しいただいたゲストさんはこの方です。よろしくお願いします。では自己紹介でお名前と、はい、はい、こんにちは。こんにちは、トゥデイというバンドのナルです、はい、よろしくお願いいたします。ナルさん、よろしくお願いします。トゥデイというバンドというふうに今ね、はい、お伺いしましたが、こちらは、ギノワンのライブですね、ライブギノワン2016に出演されるバンドさんということです。はい、はい、ライブギノワンについてちょっと私の方からご案内しましょうかね。ライブギノワン2016、10月8日もうすぐですね、10月8日土曜日12時開催予定となっております。ギノワン海浜公園野外劇場にて行われる野外ライブになっています。こちらはギノワン市を中心に県内の若手アーティストが集う音楽イベント、ライブギノワン2016になっています。多数の応募の中から選ばれた10組が10月8日ギノワン海浜公園の野外劇場にて熱いパフォーマンスを繰り広げます。
ということで、はい、はい、今回その10組に、はい、選ばれたということで、はい、ありがとうございます。はい、今日お越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、ギターボーカルのナルさんにお越しいただいたんですけれども、はい、トゥデイさんはどんなジャンルのバンジャンル、はい、はい、どんな感じですかね。歌物のロックですね。歌物のロックのバンドで何人編成ですか。3人です。あ、3人で、はい、やってます。3ピースバンドですね。3ピースバンドということで、はい、その歌詞は日本語ですか、はい、日本語ですね。どんな内容のメッセージですか。内容なんかコンセプトとかありますか。そうですね、なんだろうな、結構僕東京にいたので、はい、東京のとか都会のことをなぜか歌ってることが多いですね。そうなんですね、はい、そうですね。沖縄で都会のことを、そう、沖縄にいるんですけど、はい、なんか都会のことを作ってしまいますね。作ってはい、そういうようなこう情景が浮かぶような曲みたいな。そうですね、そういう感じですね。ナルさんが曲も歌詞も作ってるんですか。はい、そうです。あ、そうなんですね、はい、僕は作ってます。もう作成担当ということで。そうですね、作成したり歌ったりギター弾いたり。ああ、そうなんですね、はい、なんか3人で、されてるっていうことなんですけど、うん、この3人は皆さん東京の方だったんですか。いや、沖縄の。沖縄の方で、はい、人です。どういう風に結成されたの。話せば長くなってしまうんですが、はい、昔からの知り合いなんですけど、ね、前にやってたバンド、はいはいはい、結構前に10年くらい前にやってた、20歳ぐらいの時にやってたバンドの、はい、がですね、あんまかっていうか僕が沖縄に来たり、はい、でそこで友達になった沖縄の人がこっちに来たり東京に来たりっていうことをやってて、はい、それはデューティーフリーショップっていうバンドなんですけど、は沖縄の、沖縄のその辰巳くんってやつがいて、うんうんうん、それの同級生、読谷高校の同級生たちと知り合い、友達の同級生、そうそうまあその当時から知り合いでなるほど。そう、こっちに僕が3年ぐらい前に、はい、移住っていうかしてきたので、それでなんかまあやろうかっていう風になった感じですね。そうなんですね、はい、その結構前に10年ぐらい前に会ってたんだけど、うん、ずっと交流があったわけですか。そうっすね、まあなんかすごい、なんだかんだなんだかんだ、はい、なんだかんだあったんですよ、うん、で3年前に沖縄来たから一緒にバンドやろうよみたいな感じ、はい、そうです、はい、そんな感じ面白いですね、うん、そんな感じで。じゃあ後の2人は同じ高校とかだったんですか、うん、その同じ高校だったの、まあ、多分同じ高校の先輩後輩だと思いますね。そういうことですか。はい、だから前のバンドが知り合いでこう集まったみたいな、うん、そうそうそう感じ、うん、そんな感じ。へえ、この Today っていうバンド名はどうやってつけたんですか。これはですね、 Today っていう曲があるんですよ、はい、Air っていうバンドの Today っていう曲があって、うん、はい、その曲いいよねってなって。あ、みんな好きだったんですか、はい、そうっす。あ、でもこれにしちゃう、うん、まあ、でいろいろ考えたんですけどもう思いつかなくて。バンド名考えるの難しいですよね。思いつかなくて、なんかいろんなの出たんですけど、モーイとかバンシルとかなんかいろいろ出たんですけど、はい、トゥデイでいいかなって。トゥデイでいいかなそうですね、今日をなんか楽しもうかみたいな。うん、なるほど。そうですね、そういったコンセプトもありつつ。そうですね、はい、だったんですね、うん、なるほど。普段はどんなところで活動してるんですか。活動、音楽活動ですよね、うん、はい、普段はまあライブハウスですね。ライブハウスで。そうですね、ギナーヒューマンステージとか。あ、ヒューマンステージとか、はい、はい、あとどこだった、あと那覇とか。那覇とか、はい、やっぱ那覇は多いですかね、ライブハウス。そうですね、はい、ね、あと沖縄市でもやります。沖縄市でもありますよね、はい、そんなところにライブに出つつ。そうですね。で、音源があった、はい、過去形でお伺いしたんですけど、はい、ありましたね無料配布だったんですよね、はい、そうですね、結構作ったんですけど、はい、無料配布しようと思って作って。すごい。何枚ぐらいあったんですか。何枚、200枚ぐらいですけど、それでも、はい、はけちゃったんですか。はけましたね、はい、ねえ、やっぱりタダだったらもらいたい、ね、ね、本当に。なんかそのライブで配ったりとか、あとは置いてくれるお店さんとか探して、はい、
置いてもらってて CD ショップとか CD ショップとかそうですね、はい、もう自分たちから営業していってそうですね流通とかもないかったんですけど、新生堂とか、ライカムのもうなくなっちゃったんですけど置いてもらったりしてはい、なんかもったいない気がします、ね、まあでもなんかとりあえず聞いてもらうことから始めたいなと思ったので素晴らしい、はい、そうなんですね、 そうですね今度行われるライブ技能案も入場無料っていうことで、はい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 、ね皆さんすぐ入ってそうですね聞けるっていうことで、うん、こういうオーディションライブというか、はい、参加されるのは初めてですね初めてですか、はい、初めてですそうなんですね今回たくさんの応募があったんですけども、うんうん、無事に選ばれましたよ、ねなんかね、野外ですよありがとうございます本当にねこんなことなかなかね出れないので出れないですよ、ね、嬉しいでございます、はい、しかも大丈夫か大丈夫か、うん、市がやってるイベントということで、はいはいうん、他の地域もありますか、うん小野さんからいらっしゃるあそういうオーディションとかはないですよ ねなかなか聞かないんですけど、うんすねうん、昨日足頑張ってますすごいです ねやる気満々ですねやる気満々でいいと思いますすごいね若いパワーがねたくさんなんですねこのライブ技能は、はいはいうんうん、若いバンドさんがたくさん出てらっしゃって、うんね、みんな同じように野外だから頑張るぞっていう感じですねそうですねちょっと負けないようにね、うん、負けないようにやりたいんですけどね、はいこの、はい、3人さんは皆さん同い年ぐらいですかそうですね大体一つ上と一つ下ですねああそうなんですね、はい、年が近い感じでそうですね、はい、じゃあ聴いてきた音楽とかも似てる感じと思いますですかね、はい、似たり寄ったり似たり寄ったりだと思います、うん、今対バンできるとしたらどんなバンドさんと対バンしたいですか対バンしたい人うんああどんなだろうなこの前こっちに来てたサカナクションと対バンしたやつねめっちゃいいですね、うん、僕ライブ見に行ったんですけどいいですね、うん、サカナクション行きたいとやりたいですねコンベンションセンターですかはい見に行ったんですよそう、はい、めっちゃいいじゃないですか2月くらいかなそうなんだ、うん、逃したもう最高でしたようわはい、ね前、はい、前にどこだったかな東京の方でやってるライブをテレビで見たんですよ、うん、Eテレかなんかで特集やってて、うんうん、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、ね、照明とかも、うんうん、かなりやばかったやばかったですか持ってきたんじゃないですかね照明とかねですよね照明クルーもいるって言ってたから、うん、そうそうすごいビカビカで音も良くて最高ですね最高でした、ねはい、サカナクションのベースの方は、うん、結婚されて産休されて帰ってきてっていう感じで ね、はい、ずっとバンドを続けられてるそうなんですけど、うんうんうん、なるさんもご家族で、はい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 、バンドされてるっていうのをそうですねやってますよ女さんでね女さんでね今のところ女さん界隈でやらせてもらっています、はいはい、しかもメンバーがそうメンバーが奥さんと奥さんと子供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 、はい、男の子女の子一人それすごいですよねめっちゃいいじゃないですかファミリーたまたまなんですけどねオイストってあるんですけどわかりますオイスト、うん、大学院大学っていうのが女村にあって、はい、そこで夏祭りやるって言ってなんか出てくれませんかって来たんですよでまあ奥さんとやろうかなと思ってたら、はい、なんかリズムが足りないよねって言ってでたまたまその子供男子の方が、はい、ビートボックスができたのでなんか YouTube でちょっと真似してそう YouTube のヒカキンという人でしょ、はい、ヒカキンいますねヒカキンさんの真似をして、うん、なんか半年ぐらいずっと練習してたのでじゃあ一緒にちょっと合わせてみようって家でやってたら、うん、あなんかいけそうだねってなってそんなんでいけます、うん、子供さんすごいそうちょっとびっくりなんですけど僕も半年ぐらいでできちゃうもんなんなんかね柔軟ですね柔軟ですね子供は、うん、そうで上のお姉ちゃんもなんかすごいやりたそうな顔してたので、ねうん、じゃあやろうよっつってなんかできる楽器を集めてやってるんですよ
じゃあどういう編成になるんですか？一応僕がギターと歌やって、はい、で奥さんの方がキーボードと歌、はい、で男子が、はい、まあ、一応なんかパッドのドラムとビートボックス、はあはあ、で女子が、まあ、シェイカーとかとこうタンバリンとかこうあとコーラス、うん、コーラスもやっちゃうんですね、はいはい、すごいな。そうですね、次がちょっとね大きなライブが控えてまして、はい、それ見に行きたいです。ぜひぜひ。女村のあのなんだっけ、花火大会、はい、大花火大会っていう、大花火大会で、まあ、というのがあるらしくてですね、あ大丈夫かな、はい、それにちょっと出てみませんかって言われたので。すごいステージ、はい、それは初ライブですか？あ、その何回かライブはしてるんですか？3回目ですね、次で。あ、3回目で、はい、次3回目3回目で大花火大会に抜擢されちゃった、はい、ちょっと嬉しいですね。へえ、はい、しかもあのボイスパーカッションだけじゃなくてパッドも使えちゃう。そうですね、ちょっとこの前からちょっとやってみたんですけど、へえ、ちょっといまいちでしたねまあ3回目なんでね、うん、そうですね、もうちょっと練って、ちょっと練習してね、はい、お子さん何年生ですか？上が6年と下が4年ですね、はい、ああ4年生でそんな器用に、はい、ボイスパーカッション、本当に音楽一家ですよね。ね、なんかそういう感じになってきましたね。小さい時はそういう環境だったんですかね。まあ僕の持ってる機材とかはいろいろあって、あ、それで遊んだりとかして、はい、遊んだりとかしてましたね。あとライブに見に来たりとかして、なんか真似事したりとかは家でしてましたけどね。楽しそう。そうね、でもなんかやりこう人前でやるんだぜってなったら。はい、ちょっとこっちも本気モードにならなきゃいけないじゃないですかだからこう教えるのとか、うん、ちょっとねどうやったら子供に教えていくべきかなって、ね、悩んだりしちゃったりするんですけどね。いやでもまだ小学生だからこう素直にやってくれるんじゃないですか。そうですね、どうします、反抗期来たら、ね、もう来てんじゃねえかなお姉ちゃんちょっと反抗期で、ね、若干ね来てるからね。お父さんとするの嫌だって言われてどうします。そうですねもう一緒に飲むジュースとか絶対飲みたくないって言いますねもう、うん、6年生。そうですよ、ダメなんだ、ダメみたいな、なんかねいやでもそうやってみんなでこう、うん、音楽をしてたら、うん、その反抗期とかなく、うん、仲良くやれそうな気がしますけど。でも反抗期あった方がいいらしいですよ。あ、そうなんですか。はい、反抗期がないと大人になって反抗してしまうので、うんうん、ああそれはダメだ、はい、だから一応反抗期は子供の時に、その適度な時期に、そうそう、あってほしい、うん、らしいですよ。そうなんですね変な話だなすごい話がそれてしまいましたが、うん、はい、今日はトゥデイさんに来ていただいてますからね。はい、トゥデイさんです。で、うん、今日は音源を持ってきていただいてるっていうことなので、はい、はい、ここで1曲お届けしたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあタイトルコールをお願いしてもいいですか。タイトルコールをした方がいいんですか。はい、トゥデイでイメージ。北斗二千さん、初見です。神奈川から聞いてます。ありがとうございます。ツイキャス、見つけていただいたんですね。こちらは、沖縄県宜野湾市にある、コミュニティラジオ局、FM 宜野湾からお届けしています。ラジオ番組です。ラジオなんですけど、ツイキャスも配信しています。ちょうど雨降ってきましたね。あ、旗が。関係ないんでしょうね雨降ってもちょっと濡れるから、うん、水着だし全然関係ないみたいな感じ。ああ、そうですそうです、うん、
でも今日もまだマシな方ですよ。はい、台風17号が近づいてた時もっとこう白波で、もう過ぎたんでね、だいぶマシですけど、また18号が来てるみたいで。そうですよ、18号が来週また、いやまだちょっと遠いのであれですけど、2日3日ぐらいには沖縄に近づきそうな感じらしいです。運動会ですよ。あ、運動会、土日は大丈夫かな、ね、今週末だと 1,2 が土日ですね。ギリギリな感じですけども、26分、そうです、かかってますよあ、みやちゃんさんこんにちは、ありがとうございます。今日もビーチからお届けしています。流れてますね。あ、うんうんってきてます。売ってないので。貴重な。CD が欲しいっていう方がいたらどうします？ライブ機能に出て追加で、追加で次回作の予定とかあるんですはい、お届けした曲はイメージでした。そして今流れているのが君のいないこの街にという曲で、はい、BGM にしながら、はい、またお話を伺っていきたいと思います。雨止みましたね。雨降ってたんですけど止みましたね、はい、よかったよかった、よかった、通り雨みたいな感じで、うん、ツイキャスの方にコメントいただいてます。みやちゃんさんありがとうございます。今来たばっかりだが CD 欲しい、わおCD 欲しいらしいんですけど、ね、あの無料配布がねもう200枚、うん、もうはけちゃったっていうことなんですけど、ありがとうございます。これってなんかどっかで聞けたりしないんですか、はい、ネット上とか。そうなんですね、実はですね、はい、まだ話していいですか。はい、どうぞどうぞ。東京の、はい、FM 局の JWEB っていうのがあるんですけど、 JWEB、はい、そこの、はい、尾崎世界観っていう人がいるじゃないですか、クリスタープの、はい、あの人が、はい、ラジオやってるところに送ったんですよ、はいはいはい、かけてくれたんですよ。うそー、すごい。6月くらいにクリープハウスのメンバーとかに誰にも言ってなかったんですけど、東京の夜中2時ぐらいに勝手にかかってくれたんですよ、うん、東京でね、勝手にかかってくれ、今の曲がちょっと嬉しかった。え、送ったんですか。そう、なんかコーナーみたいのがうちはあって、あ、はい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 、そこに送ったんですよ、うん、聞いてくださいって、ちょっとかけてくれて、すごい、つぶやいてくれたんですよ。でそれの動画にしたやつが YouTube にあるんですよ。あ、そっから聞けるっていうことですね、はい、だからあの JWEB のスパークっていうなんかコーナーのところになんかあります。
クリープハイプさんから紹介されてるらしいですよ。ねえ、別に全然友達も何でもないんだけどね本当に曲が良かったってことですよ。かなだったら嬉しいけど、嬉しいですけどね。もうね、今かかってる曲もね、はい、めっちゃかっこいいですね。かっこいいですね。 ありがとうございます。ギターロックで、はい、こういう感じすごい好きです。あ、私も。あ、かっこいい。ぜひ、あの、次回アルバムとかをまた出してください。ですよね、うん、欲しいですよね。欲しいです、欲しいです。作りたいですよ、僕も。新曲も出て、はい、そうですね。ぜひ、はい、ちょっとお金貯めて ね、やらないとね、うん、スポンサーをね、探さないとね。そうですね、うん、皆さんスポンサーになってください。スポンサーになってくださいトゥデイさん、スポンサー募集しております。はい、お願いしますお願いしますさて、ライブギノワン2016についてもう一度ご紹介しておきたいと思います。はい、はい、10月8日土曜日、11時半開場、12時開演となっております。はい、場所がギノワン海浜公園野外劇場となっております。入場無料のイベントなので、皆さんぜひ遊びに来てください。うん、はい、ではですね、早いものでもう最後になりますが、うん、はい、ライブギノワに向けて意気込みを、はい、意気込みですか、はい、いただければ。やっぱりですね、こう突き刺さるようなオーディエンスの心を聞きたいですね、はい、意味がわかんないね心を聞いて、ちょっと違ったな違う、うん、まあ、全力でやります。全力で、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日お越しいただきましたのはトゥデイよりのさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。みやちゃんさん、ありがとうございました。ぜひクリープハイブさんの番組ね、ネットに上がってるらしいので聞いてみてください。みやちゃんさん、クリップファイブじゃなくてクリープハイプ、カタカナです。クリープハイプですね。東京の結構有名な、そう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 、クリープハイプです。もう始まりますね。はい、時刻は午後3時34分を回りました。さて、ここで、FM ギノワンよりお天気と道路交通情報をお伝えします。まずお天気から。今日28日は南東の風やや強く晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴う予報です。波は5メートル、後3メートル、うねりを伴う予報となっております。この後の降水確率ですが、12時から、24時まで 20% となっております。日中の最高気温は32度となっております。続いて明日29日、
南東の風のち東の風晴れ、昼過ぎから夕方曇りとなっております。波が3メートルのち2メートル、うねりを伴う予報です。午前中の降水確率は 10%、 午後の降水確率は 30% のとなっております。朝の最低気温は28度、日中の最高気温は32度の予報です。台風17号の影響により、曇りでにわか雨のところがあります。沖縄本島地方と大東島地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。28日は、先島諸島では台風17号や湿った空気の影響により曇りや雨の予報となるでしょう。沖縄本島地方と、大東島地方では高気圧に覆われて概ね晴れで、ところによりにわか雨、雷雨がある見込みです。また18号も発生したようですので、また、随時お伝えしていきたいと思います。では次に道路交通情報です。まず沖縄自動車道からお伝えします。現在故障車が止まっているところがあります。沖縄自動車道上り、北中城インターチェンジ付近、故障車が止まっております。前方にお気をつけて運転してください。また工事規制になっているところがあります。下り金インターチェンジから巨大インターチェンジの間、工事規制中となっております。また金インターチェンジ付近上りも、工事規制のため追い越し車線、1車線規制となっております。また下り沖縄南インターチェンジから沖縄北インターチェンジにかけて工事規制中となっております。上り、中城パーキングエリアから龍大バスストップまで、工事規制中となっております。では次に、宜野湾市内の道路交通情報をお伝えします。現在大蛇名から牧港にかけて58号線が渋滞しております。そしてがねこ交差点付近での渋滞が発生しております。その他のところはスムーズに流れているようです。今日、車でお出かけされる方は、今雨上がりなのでね、スリップなどにも気をつけてお出かけください。以上、道路交通情報とお天気でした。では、ここで1曲お届けします。ししゃもで夏の恋人。みやちゃんさん、あ、誰もいなくなったの主題歌歌った人。後ろが騒がしい。あ、ほんとだ、チャラい AKP さんになってる。今日は AKP さん、明日には戻ってる、わらって書いてるけど。
はい、お届けしているのはシシャモです。さあ、曲をバックにじゃあメールをご紹介しましょうね。今日のテーマはパソコンというテーマでお届けしています。はい、こちらがラジオネームエコザイルさん、ありがとうございます。メグ宇宙エコザイルですよ。あば、今日のフリマンラジオもパソコンの日にちなんだメッセージだけどな、笑い。メグと通じてるね。本当ですね、ありがとうございます。自分は CPU といって人間の脳に当たるのが2つあるインテルの Core i5 搭載のノートパソコン持ってるけど、結構使えるさ。そうなんだ。たまにビデオとか撮影して編集処理するから重宝してるさ。そうなんだ、ビデオ結構重いですよね。大丈夫なんだ。だけど技術の進歩ってすごいよね。自分が高校の時なんてちょっとした字を画面に表示するのにプログラム打ち込んでからしかできなかったのに、 Windows が開発されてから簡単にできるようになったからね。あと何十年かしたら人間と見分けつかないくらいの人型コンピューターできてるかもね。じゃあ後からやーっていただきました。ありがとうございます。本当にね、発展がすごいですよね。今日パソコンの日っていうことなんですけど、そのパソコンブームの火付け役となった年代が、昭和54年1979年、30何年かの間にすごい進化しましたもんね、パソコン。そっか、エコザイルさんは Windows を使ってるってことなんですね。そうなんですよね。動画処理とかめっちゃ重いじゃないですか。これでサクサクできたらいいんですよね。はい、もう一個紹介したいと思います。チャラ AKB ファンさん、ありがとうございます。へいへい、めぐちゃん、サザンブリーズお聞きのリスナーの皆さん、こんちーす、こんちーす。さて、また、台風18号が日本に向けて接近してきているからテーマに行くな。そうなんですよ、また来てるんですよね。今日のテーマパソコン、あれはですね、パソコンは仕事を帰ってきてから、夜中2時までずっとつけっぱなしですね。なんでって FM ギノワンと可愛い女の子の配信者のところに参加ですかね、やっぱり。Facebook のアップしてます。以上だ。めぐめぐ整いました。パソコンとかけましてディズニーランドと解きます。その心はマウスがないと始まりません。以上だ。チャラ AKB ファンさん、ありがとうございます。もういつも上手にね、謎かけしてくださってます。今日のなんか朝のやつも聞きましたよね。すごい上手、いつもありがとうございます。パソコンね、つけっぱなしなんだ。よいしょ。ついついね、こういうユーストとか見てたらずっとつけっぱなしになっちゃいますよね。そういうパソコンが熱くなってしまったりとかして、今ね、スマートフォンでもこう見れたり聞けたりするので、パソコンとスマートフォンとこう2台駆使してユーストリームとラジオ聞いちゃったりとかありますよね。私もお休みの日にしてます。でも本当パソコン便利になりましたよね。皆さんメッセージありがとうございます。さあ、この後は FM ギノワンからのお知らせと羽衣パークのお知らせに行きたいと思います。その前に1曲お届けしたいと思います。こちらはイギリスのアーティストさんになるんですけども、パッセンジャーという方です。パッセンジャーさんで Anywhere。
エコザイルさん、ありがとうございます。前のパソコンは高圧量だったけど、動画編集するとよくフリーズしてた笑い。そうですよね、うん、私も前のパソコンすごいフリーズしまくって全然編集できないっていうね。動画重いんですよね。なんか音楽の編集ソフトとかも使ったりするんですけど、音楽の方はまだマシで、やっぱ動画が重いんですよね。写真もよく撮って入れてたりしたので、余計重たくなっちゃったりとかして。今日もビーチは外人さんがいっぱいです。すごい水着着てるんですよね。すごい際どいグラマラスな。今の時期沖縄がちょうどいいかもしれないですね。やっぱりなんか台風が来たので、暑さもちょっとマシになってる感じで、でもまだ暑いので海に入れる感じです。学生さんたちがビーチパーティーしてますよ。平日でもすごいいっぱいなんですよね。すごい人。はい、ただいまの時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さて、ここで羽衣パークマネジメントよりお知らせです。10月1日土曜日、フリーマーケットが開催されます。時間が9時から12時の間、ギノワン海浜公園中央広場にて行われます。ただいまこちらの出展者を募集しております。募集区画が40区画、4メーター×4メーター、1区画が、500円となっております。締め切りが30日金曜日までとなっております。申し込み方法は申し込み書を窓口に提出、または電話にて予約受付が可能となっております。お問い合わせが098-897-2751。宜野湾海浜公園、羽衣パークマネジメントまでお問い合わせください。またフリーマーケットに参加の方も皆さんぜひお越しください。
8時半から準備開始ということになっております。9時から12時の間フリーマーケットが開催されるのでよろしくお願いします。そして次に、FM ギノワンからのお知らせです。チャリティーボウリング開催のお知らせです。宜野湾市社会福祉協議会では福祉バス資金購入、購入資金確保に向けチャリティーボウリングを実施します。期間は10月9日日曜日までの期間です。場所は宜野湾ボールレントゥーセントラル町なとボールの3カ所のボウリング場で行います。参加費は1500円、2ゲーム代込みで靴代は別となっています。参加方法はギノワンボールレントゥーセントラル町なとボールまたは、ギノワン社会福祉協議会事務局にてチャリティーボーリングへの参加の旨をお伝えの上参加チケットをご購入ください。お問い合わせはギノワン市社会福祉協議会電話098-892-6525までお願いします。多くの方のご参加をお待ちしております。さて、早いもので、ね、もう53分なってしまいました。今日もね、ゲストさんがいてワイワイお届けしてきましたが、皆さんもメッセージありがとうございます。今日もツイキャスの方もたくさんいただいてました。ありがとうございます。パソコンの日っていうことなんでね、メールたくさんいただきましたが、もう私は最近もう Mac ユーザーになっちゃいましたね。ほんと Windows から Mac に乗り換えるときはすごい抵抗あったんですけど、もう使ってしまうとやっぱり使いやすさっていうのがもう感覚的に使えちゃうので、もう Mac がいいなってなりましたね。Mac ユーザーの方はみんなそうじゃないかなって思います。ね、また、メッセージ、また来週も募集したいと思いますので、よろしくお願いします。さて、お届けしていきました、こちらの、サザンブリーズなんですけども、こちらのトロピカルビーチよりの放送が10月いっぱいまで、こちら、トロピカルハウス内で行っておりますのでよろしくお願いします。また、たくさんいい曲をお届けしたいと思います。それではもうそろそろ時間ですね。今日水曜日の担当は FM ギノワンスタッフの今西めぐみがお届けしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。ツイキャスの皆さんもたくさんメッセージありがとうございます。お天気が怪しいのでこれは帰れるのでしょうかっていう感じなんですが頑張って帰りたいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。